NEC はもともと IT とネットワークの会社で、まあ、最近はですね AI ですとか、まあ、これは生体認証なんかも含めた AI ですとか、あとはまあネットワークでいくと 5G だとか、まあ、最先端の技術を提供している会社になります。デジタルの世界は多くの環境が変わります。それはお客様も市場もそして技術も変わります。成田空港は現在いかに旅行者の皆様に素早く搭乗手続きを済ませ、最終的に安全に飛行機に乗っていただくかを推進しています。成田空港 OneID ソリューションはチェックインの時に顔情報を登録することで、その後の手荷物預け、保安ゲート、あと搭乗ゲートといったものをパスポートや搭乗券なしで顔認証で通れるようになるソリューションになっております。我々のソリューションを構築する上で重要なのは、まずグローバルであること、それからまあ歴史的にですねオープン系の技術が充実していること、この2つにおいてはレッドハットさんが最適だと考えました。今回のオープンシフトの採用は歴史的な NEC のオープン化の取り組みがあります。OSS を採用した、まず理由としてはやはりこう革新的な技術ということで、まあ採用しております。ただその時にやはり不安だったのがサポート面ですね、まあ、今回のオープンシフトというのはサポートもついてかつ革新的だったので、かなりぴったりなソリューションだというふうに考えています。コンテナプラットフォームを使うことで移植性を高めるということと、プラスオープンシフトを使うことで拡張性を求められるというふうに考えていました。空港のスタッフさんですと、認証の精度の向上をすることで、セキュリティ面が向上するですとか、あとはよりお客様の案内する時間というのを短くすることで、よりエンドユーザー様のサービスを向上させるために時間を避けるといったことが今回のメリットになっているというふうに考えております。この成田空港のプロジェクトは今後成田に限らず国内外の空港、それから空港を越えて様々な街中のシーンで活用を考えています。そういう意味でこのオープンシフトは非常に重要なソリューションだと我々は考えています。